ニューカマーセル、ちょっと後で名前聞いておきましょう。さあキャラのカードは変わらず、セル対ピッコロ。このセルはタケゼットさんですね。さあ壁やらで美味しくて今度入れてから調子出ない。さあこういう着歩が刺さってマカンまで決めて何度取っていくキルピッコロ。さあスキル構成をこれセル見てなかったので何セルだろう。今日が溜まっていく。さあ嫌な位置で固められて、さあ残響の今日は刺さってるデカキャラゆえの。さあこれを壁らにならない、運が悪い。固めて固めて上は壁らにもならない。さあようやく壁らから持ち上げて消し消しと。さあゲージ吐かない。さあピコロ嫌な位置で固められたが場所変え反転したけどもジャックホーが刺さって、さあラウンド1本ずつ。さあジャンケル固めて美味しいのが刺さってバリア、まさかのバリアセル。これはさあバリアセルを見てニャキさんが羨ましがってるぞ。いいなバリア、いいなバリアって普通の人間なら思わないんですけどね。武キャンというか普通のなんかストリートファイターのジャンプ攻撃みたいな感じで、ということで強砲が刺さってタケゼットセルが2本取っていく。さあジャンク刺さらず、さあコパン刺さってからハイジャンコン最大取れるか。さあゲージ吐かない、あゲージ吐かないというかあれがバリアセルか。さあジャンジャク飛んできて引っかかるが、さあ無理残って、このピッコロはキルさんですね。さっきシェンロン召喚してあだ名もらってました。楽しめるとは正直思わなかった。キルピッコロ対タケゼットセル。さあファーストアタックは相打ちだがファーストアタック判定が出たのはセルだけ。これズルか、おいしいのが当たって、さあ奥攻め。さあジャコソセタが何も出ない。さあボキャンから固めて、さあおしゃれからおしゃれからおしゃれから、まあ当然バリアセルなのでゲージは使っていかない。さあブキャン刺さったがコンボいけず、岩で固めてチースラ固めて、さあ上取ってめくりダッシュからダッシュ強入って強でフィニッシュ。ラウンド取っていくタケデッドセル。さあファーストアタックセル取っていき、さあフルゲージなのでなんか刺さってもフルコンは絶対食らない。バリア持ち、おっと壁やられ美味しいのが入ってマシで奥攻め。マソを出して追っかけて投げはスカルガ、さあマソが守ってくれた、ありがとうマソ。ボールは友達。さあおしゃこんをやってるがアクションが足りないぞ。さあ固めて、あーキッコーハが噛み合わない、いいキコハだったんですけどね。さあマカン割り込んでいく。さあペシペシとバリアがオリンピック開会しております。
なんとインドア競技の超ドラゴンボール Z 南浦和で開催中でございます。もちろん金メダルを取るのは優勝したもんねと叫んだ者勝ち。さあ壁があって美味しくて、ああ吸い込んで起きてみせるし、岩が荒らさせてから、さあ固め食らっていくか、割り込んで、そこはもちろん壁があるので追撃、あっと地形に救われる。さあ今ニャッキさんからダブルマイクの提案を受けたんですが、機器が足りない模様、まさに知識的な解説は僕はできないので、サポートとして入ってもらえて非常に助かります。あーマーカンが刺さってラウンド2本取っていく。ラウンド4、あー今やっぱりあの情報見るずるい。あーただこれは化けてしまったか。さあ武器が刺さってフルコンコンビネーションでフィニッシュ。さああの状況だとヘルニードル入ってもいい、ヘルニードルじゃないジャッジメント入ってもいい気はするんですが、さあ尻尾ブスッと刺してフルカウント。さあゲージ状況はまあヒセル有利ですが、ピッコロもほぼ2ゲージあるので困ることはないでしょう。さあ押してるのは、若干押してるセール側、マジキッカイが、そうですよね、マジキッカイ普通あれガードになりますよね、バリアー、ただ判定には入らず、ポパン刺さってハイジャンからフルコン、コンビネーションは入らず。さあゲージはたっぷりあるが、おっとマカンで割り込んでいって、そうですねゲージあるんでガンガン入っていきたいですね。美味しいの刺さってマジキッカイから当たらない、マカンはこれ当たるのか、当たらない。セルは出かけられたが、なんかぐちゃぐちゃになってるうちにマカン入って勝ったのはキルピッコロ。はい、お疲れさんです、ニャッキです。あーバリアセルいいな、バリアセルいいな。あーセルじゃなくなっちゃった。さあラウンド1キル3対タケゼットさん、17号対ピッコロということで、まあ遠距離戦はまあほぼ五分といったところですが、ファーストスタートの17号をファーストからさあ距離取って嫌な距離後方で逃げて、さあ差し合いが行われているな。強者刺さってしまったけれども、今ってキルさんここの動きがめちゃめちゃ良くなってますね。なんかあの置き詰め策があんまりピッコロはあるようでないんですけど、ダッシュ役抜け当てで転がすようにしててめちゃめちゃやりづらいです。まあ嫌な距離ですけれども、17号側の方がどれぐらいコンボ火力を持てるのかがだいぶ17号の使いこなし度がというかバランス、キャラパワーのバランスにかかってきちゃうので、どこから拾えるのかどれぐらい、うまい。さあ地味に今軸合わせをしていたので、コンボミス自体ではコンボミスなんですけど、相当拾えるという動きが今見えましたね。さあファーストだけどこれはタケ Z、 さあ置き攻めどうなる、とりあえずは落ち着いて全然とかにならなかったからですかね、なんかネタがありそう。さあ振って振って掴めない。さあ暴れん坊でいっくらに出して当たってエネルギーフィールドのゲージは溜まっているが、できればこのセットで使ってスパッと勝ってしまいたい、もしくは持っている状態でプレッシャーをかけていきたいところですが、さあダッシュアップ入って入って、はい温存ですね。開幕から離していくのか、近寄ってから離すのか、それとも引き続き伸ばすのか。さあ技構成見てないんですけれども、これはサベッジアベンジングなのかな、なんだろう、雷神がついているようには見えないんですけども、ね、さあ取ってバックアースは今回しない、エネルギーフィールドが最大1には届かない。さあ残念フィールドになってしまったが、あっかり弾かないでここは魔人撤回をなんと継承しているまさかの継承技、何かネタがあるんでしょう。
後は遠距離が大して動けないことになってしまうが、どういう技構成なんですかね。ちょっとワクワクする17号の動きですけれども、弾いて、さあゲージがたっぷりあるピッコロ側に対してうまくかわしていった、素晴らしい、おしゃれ。さあとりあえず一旦ごまかしに行った、矢のような珍しいキーフォアがヒットして、先にリシカゲームをタクゼット、さあ叩き落としてしっかり拾えるんでしょうか。ちょっと緊張してしまったが拾いきれない。さあ要所要所で絶対に使いこなせているんだろうなというところの動きが見えるんですが、フルコンにはなかなかいけていないので、まだ手が温まってないんですかね。まだ来て3戦目ぐらいですからね、汚いですね。コハ巻いて嫌がって、そう魔人結界を継承しているということはフレックスがないですからね、遠距離ほぼやることがない。握り寄ってダッシュ強振って、これはエネルギーフィールドもあるので絶対に助からない。勝ったのはタケゼット17号、まだまだそこがありそうですね、楽しみですね。さあこれは触発されたのか、103の17号も出てきた。さあかつてはファンタジスタというプレイヤーがいたんですが、そういった選手名とは関係なくファンタスティックなプレイをされる客さんですね。外国勢にもだいぶファンがいらっしゃる客さん。さあかなりクロート同士での17号戦になると思いますが、ラウンド1パースタッチは前強振っていった客さん、どういうタクを読んで楽しそうにピョンピョンしている。さあこれってアマスト同士なので、かなりの中遠距離戦というよりかは近中距離戦になるでしょう。熱くなるなよ、たかがゲームじゃないかと。さあめくって、さあノーマルカバーの方が竹 Z さん、ピンクのおしゃれな感じの方が103ですね。さあ強砲をキャンセルして近寄ってからアクションゲージがないぞ。さあ抜けられて取られて、これは普通にやれば終わってしまいますが、どうだ、ミスらない。お互いかなりゲージが高まりつつあるので、エネルギーフィールドをもちもちだとどうなるのか。さあパスダックのタケゼット攻めて五分状況にしたいがめくっていって、さあまあまあここは段差もあったんでね、コンボがやりづらいでしょう。フレックスお茶濁して、さあ Z 側ができないお茶の濁し方、ああうまいですね、弱強でしっかり拾ってからそこまで入る、素晴らしい。なかなかあのここまでの拾い方はできないですけどね。さあ振ってった、とりあえずは1本エネルギーフィールド当てて、お返しは引っかからない。で状況リセットにしていって、さあラウンド的にはここで取れないと相当100が厳しいが、さあハメ実質ハメのようなディレイかけた弱弱強のコンビネーションですね。俺が割り込めるキャラクターがまあ少ない。さあ開幕、さあだいぶあとはなくなってしまったので、1本取られてもまあ A 話ぐらいの竹 Z に対して竹馬はどうするか。正直言うともうゲージ差とか関係なくとりあえずラウンド取っていかなきゃいけないので、ガリガリ勝つしかないが、さあしかし17号戦だからなのかどうなのか分からないですけど、魔人結界は今のところ全く見ませんね。何かネタがあるのではないかとは思うんですが、どこで使うのかな、超魔人だからな。さあじゃあ強さベッチコンボから、さあ嫌な距離、客側がアクションゲージがないのに頑張りきる。お手目はさあエネルギーフィードの暴発と思えるかのようなアベンジングが飛び出して、殺しは使っていってしっかり殺していく。そうですね、英断だと思います。ワンチャンありましたからね、気にせずに次ファーストアタックを絶対取っていきたい客側ですが、取られてしまう。若干ディレイがありました、ね、さあサベッジ当たって拾えるか、段差がある。さあ美味しいのが当たって、アクションゲージもしっかりあったので、ジャッキョーからさあまた段差にフィールド見えない。だいぶ持ってる感じのタケゼットに対してステージに流されてますね。
さあエネルギーフィードがあるから浮かせに危ないぞ。これはさあ打ちどころでしたけれども、出さなかったのか出なかったのか。しっかりジャクジャクのコンビネーションで、さあ常にエネルギーフィールドがちらつくが、せめてこちらもゲージを貯めたいところ。さあどうなる、さあ拾えるか拾えない、巡られてこれしきれはしないが、さあほとんど NP で決着がつきそうなライフになって、拾いて取れれば、さあ完全に五分な状況。開幕開幕使って早々に使えば、使うチャンスももう一回たまるチャンスもあるんですが、こうなるともうたまらないでしょうね。さあ角川大浮きし、ここで先に使っていった攻めのエネルギーフィールドに使いましたね。あとは削り殺せばでもですが、ここでお返しに使っていく。こうなってくるとあとはもう純粋にめくり合いなんですが、さあ暴発ではない、エネルギーフィールドがない以上確信にじみたアベンジングを打って動きを惑わし、ほぼ勝ち確の状態だったが、これは削り殺せる瞬間でしたが、ちょっとパッとしないところの最後になりましたけれども、勝ったのはタケゼット17号プライドのせいで早死にすることに煮詰まっているのか。ラウンド1、さあめくり合いに関してブキャン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 、とりあえずはどれぐらいしっかりガードしていく。そうですね、普通だったら17号はフレックスがついてるんで、まあだいぶ16号がやりづらい延長になるんですが、とにかくマージン結界なんでね、そうなってくると16号の方がやっぱり中近距離が強くなって、近距離が強くなってしまうので、楽しそうに打ち上げ花火をしている16号。フレックス16号がフレックスを放つという謎の展開ですね。さあステージがラグがあったか、最後は拾いきれず、さあレンガ連携じゃないこのフレックス普通にめくられて、弱強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 、さらに入るのかな、ちょっと遠かったか。さあワンチャンボディープレスでも狙うしかないが、ここはしっかり削り殺すと。状況有利は竹 Z17 号ラウンド3。さあ離していった、おもらしかちょっとわからないですけれどもね、これでがぜん状況的には16号有利になってしまったぞ。さあスピードモードになりまして、さあガードを固めてしまうとなかなか辛いところ。スピードモードに対する耐性はあまりないんでしょうか。ラウンド4スピードモードになった瞬間キャラランクは一方的に跳ね上がりますから。さあダッシュ強連携から、これは弾きは間に合わない、ジャンキョーダッシュ強ジャンキョーコンビネーションスピードモード、さあ下手すら割ってしまうが、さあなかなか厳しい。さあしっかりガードをしてなんとか耐え切った。しかし尋常ではないこの落差。だいぶモケ側が気持ちよそうにプレイしてますね。さあスイ、いや今のは普通に弾いたか、それともスイについてるか、危ない距離で野球を当たってしまう。あったのはモケ16号おめでとうございます。まあ大会でもなんでもないんでね、の試合で勝ったところでって感じですよ。ちょっと別ゲーのマイクも入ってきそうなんで、適当に喋れそうなタイミングだけ喋りますけれども、さあこれですね、本来の、まあ、本来でもないんですけどね、16号がフレックス持ってることが珍しいんで、基本的にはこの17号のフレックスに対して16号が苦労するっていうのがこの組み合わせのはずなんですが、さあうまいことロケパンからのスピードモード、さああたら103はスピードモードを知っているぞ。ダメージを少なく安く安く済ましていく。さあ使い切ってしまった、しかし欲しがってダッシュアックを2回、どうせそれやるんだったらスピードモードすればええ、結果温存してラウンド2。さ
さあ読み切ったかのような出し役が前に置いてあって、しっかりとこのなかなか難しいコンボやっていきますね。おしゃれ、ゲージもほとんど回収して、さあ読み切ったエネルギーフィールド。そうですね、16号相手だとゲージ溜めやすいですからね、コンボが入ると。さあ実質負け試合になる可能性があるんですが、ここでスピードモードを使ってしまったモゲ、絶対にそう簡単には落とさせんという意思を感じますね。さあワンチャンできるダイフに持ってって、さあ捕まってしまった。まあコンビネーションが出てからほとんどゲージ回収してますからね、よかったよかった。ラウンド3、ファーストタッチは上取って、モゲがしっかりとめくってから、さあこれスピードモードがかすんだったので出れてこれない、危ないアクションゲージでしっかり投げてからスピードモードが出ませんね。はい、無様な強パンが見えて、今度は出ていく。とはいえ意表をついた強ホーミングはしっかりカバーされて、さあ上手ですね、スピードモードに対してしっかりと時間を使い切って、うまい。なかなかね、あのスピードモードって本当に知ってる知らないで全然もう火力が違っちゃうんでね、知らないと本当にセルとか目じゃないぐらいのキャラランクなんで、あの16号は。さあスピードモードの時にはダメージを取れていないのになぜか勝ってるモゲ。さあジャックオーミングが当たってもフレックスなので繋がらないからスパキャンにまで持っていけない。なぜ本当にフレックスをついたままにしているのか。さあ拒否宅のヒルズを放したけれども逃げ切れずに抜けられて、各側からするとこの試合早い段階でエネルギーフィールドが使えればまだ次の試合含めてたまりそうなので、しっかり使えましたが、できれば当てたかったですね。さあとりあえずはセットを取らないと話にならない。さあモゲ側は逆にこれは削りきれないので、どこかでボディクレポンとかをできればいいんですけど、さあ普通に甘すぎ引っかかってしまったら珍しい。さあキャラ性能のことを考えるとやや17号有利だが、バーサーも取れてしまったのでエネルギーフィールド次第、うまくエルズ、ロケパンからのスピードモード。問題はこのスピードモードをさっきから全く活かせてないので、さあ今度はコンビネーション1回、もう1回ぐらい当てたいところですが、当てましたね、ほとんどゲージ回収ということで。さあアクションゲージが相手はないので、もう1回ハトッとスピードモードになりたいが、さあ投げられてちょっとしんどいですね、ここから先。さあエネルギーフィールドからの絡めた読み合いが。さあまだまだ全然どちらもありますね。やや16号有利といったところですが、めくってしまい、このスキル軽くはない。どこかでスピードモードになりたい、なりたい16号。さあガーキャン出てしまった。こうなるとエネルギーフィールドがもうないので、だいぶきついガーキャン号当たって勝ったのはまさかの森16号。
そろそろ私の出番のようですね。マイクが開いたので、じゃあちょっと私も、私キルさんも実況じゃないかな、解説しようかなと思います。いやー久しぶりにもニャッキさん、これニャッキじゃないからね、ニニヤキだからね、これこの人はニヤキのセルなんで。さあ、ニーヤキさんのセルが今2勝取ったところ、モゲさんが連勝中ですか。なるほど。お、アイジーさんスパチャありがとうございます。1000円お帰り募金募金あ、どこ行った間にニーヤキさんが倒していく。ちなみにこのニャッキセルをさっき止めたのは、キルさんですからね。ニーヤキセル、ニーヤキさんは今日はカードが、忘れたということで、普段のねバリアオメガセルではなくて遠大スパキャンセル、まあ、普通に強いんだけど。おお、余すと素早いクリアで逃げますと拾って捕まえて AC を回復させつつ出しをフレックス、アーマストで無理やり拾っていく。飛び込みが多いと読んでのアーマストでしょうかね。さあ回転からの弾き、岩置きで見たりしては回転起き上がり弾きということで、一応全部弾くことは可能なんですけど、見てからアーマストしてますね。アーマストが速い、精度が高いですね。ああいうね、お互いに何かが当たった状態、お互い相打ちした時の間合いだとやっぱりセルの弱パン長いんで、17号も手がちょっと短いからね、ああいう時は不利です。さあ前を出て飛び道具合戦、やはり飛び道具合戦といえばやっぱりセルは強い。さあマスト切れ味がいいね。どうする、弱ホーミングまでいけなかった。あとまたリンガッターエネルギー打つけど、まあ、でもこれはこのエネルギーはもう有利を吐くためですね、当てるというよりは。さあなんか吸収したぞ、ちょっと浮いて今駒投げですね、駒投げになって岩に化けたんですけど、あんまりまあ化けたからといってそんな損はしない。捕まえて AC がなくなっているところでちょっと置き攻めができない。さあ円台からのジャッジまで決めて、さらに円台まで行ってダメージを奪っていき、お互いにワンチャンスまで持っていく。さあここおっと、あ、今のはあれですね、弱強からの、まあ、相手の AC 切れしそうだったんでホーミングで拾おうとしたんですけど、まあ食べてても死んでたからあれなんですけど、岩で置き手にしてホーミング、あ、まあそれ狙っている。おっと飛び道具、飛び道具をかわしてスパキャンジャッジじゃない、スパキャンエンダイチャンスを出しよう。置き攻めはちょっと置き攻めにパターンをいろいろやってますね、普通じゃない置き攻めをして。さあ強弱もしかしセールのアーマストの前では得意の強弱ホーミングですね、強からキャンしてホーミングで原枠を狙ったんですけど、やっぱりセールのアーマストが本当に強い。これねどこに判定持ってんだっていう、持続が長くて判定が休憩で、いやー本当にね、まあ、セルの強さの、まあ、やっぱり、うん、源と言ってもいいんじゃないかな、このやっぱダッシュジャックは。なんといっても接近戦でセルが強いって言われる一番の理由かなと思います。さあブキャンがブキャンで狙う、浮かせアップがあり、かつ、おっとジャッジまで行って、さらに円台で正面までさせるのか、させない、させないが、もうこれはどうする、厳しい。やっぱりこのセルの、スタイルのジャンプジャックですね、斜め下方向に長いジャンプジャックで、セルは体が大きいのでジャンプジャック自体が長いんですね。
そして